女子シングル日本勢の活躍からご覧いただいていますが、続いて6位に入りました横谷花恵。テクニカルプログラムでは7位、このフリーは6位の演技でした。彼女もね、ルッツからのコンビネーションのスタートですね、素晴らしいですね。先立ってですね。そうです、そして今ちょうど15歳。初出場の世界ジュニアですけど、なかなか彼女も伸び伸びと滑ってますね、非常にあのジャンプの軸がいいですね。なんですよね、余裕が出てきて笑顔が出てきましたね、これも今ダブルループ、いやあのトリプルの3回転のトリプルですね。もう後半でこういうあの難しい3回転を決めますと非常にあの引き締まります、はい、かなり本人は疲れてるでしょうからね、やはり終わった後にもこうやって満足本当にあの満足した笑顔ですよね、何かこうちょっと泣き出しそうなねそんな感激を今味わってるという表情でしたね、ご覧のような得点になりました。総合で6位です。最初のコンビネーションジャンプですね、ダブルアクセルから、